刑務所にいた小向さんはクロスワードが大好きでした。というか目覚めたわ。すっぴんで失礼いたします。あれみたいな。いろいろと目覚めた。お風呂入って目覚めたし、酔いが覚めたっていうのか。で、携帯パッて見て、あ、マネージャーに動画撮ったやつ送ろうかなと思ったの。やば。撮れてなかった。なんか、何話したの？つうか、酔ってたのだっけ？1時間ぐらい前だもんね。そりゃそうだ。あんなトロトロ喋ってんだな、言ってるから。あれって、あれ、じゃあ、とりあえず送ってみようかな。編集で多分こっち先に出して、これが酔っ払ってぐだぐだ喋ってたやつです、みたいな。別人じゃん、みたいなね。恥ずかしいよな。そういう編集になるんだろうな、多分。そうしてもらわないと困るよ。いきなりあんな始まり方、なんか。なんか今回また薬やってんじゃないのみたいな。ただの酔っ払いだけどさ。なんか変なイメージあるじゃん、みんな。出したかったら使ってくれ、マネージャーよ。ハロー。今日もアプリで漏れてるかな？とりあえずベロベロです。コンビニ最高。そう、コンビニ行って。でもホテルから出る気ない。ない。これ買った。ちょっとお酒屋さんでお酒買った。700ml ぐらいの意外と。もうない。誰が飲んだんじゃねえの？私飲んだよ。飲んじゃった。で、とりあえず着いた時酔っ払ってないからね。やるべきは下がるじゃんだね。で、着いて、もう外なんか出ないよーっつって、クロスワードを言い出して、クロスワードね、やることない人にはとってもいいものですよ。刑務所にいた小向さんはクロスワードが大好きでした。そう、その時に覚えたクロスワードのやり方してたんだよね。なんで文字が見えないんですかね。あ、コンタクト取ってるか。コンタクト取ってるね。で、そう、その美奈子のやり方っていうのは、このクロスワードがあるでしょ？あるでしょ？ここをね、書いちゃうと、書かないで、まずやるの。黄色いところの文字を出すわけです。これ出して、ここに書いていくでしょ？ここに書いていくのね。なんだけど、まあ、とりあえず、そこだけをやろうとしたら、必然的に他のやんなくていいわけじゃん。だからもうそこ書かないで、一生懸命頭で覚えてやってたんだけど、酔っ払ってるとわからないっていうか、まず、文字が見えてない。コンタクトしなきゃ。いい。風呂入って寝る。一人だとなんでこうなっちゃうんだろう。やばい。とりあえずね、鏡でしょ。さあ、で、あ、3個しか言ってない。途中で多分2回で飲み出したんだろうね。美味しい。水割りがうまかった。氷なんていらない。水があればいい。で、書かない、一回目書かないでやったら、ごめんね、鼻の、皮むけたん。なんだっけ？ダメだもん。ダメだ。ダメだ。YouTube 何したらいいん？そもそもマネージャーと、
酒飲みながらやるみたいなって言ってたはずなんだけど、いろいろあるじゃん。いろいろあるよね、人生いろいろだ。なんだっけ、もう酒ないから買いに来たい。めんどくさい。でも二階堂じゃないけど見たかな。鳩祭りかわいいな。あ、とりあえずクロスワードが楽しいよってやつね。報告。で、あれ。やばいよ、マジで。やばいだろ、あれ。やばいよね。うずらの串買ってきて、二階堂買って部屋で飲んで、クロスワードして、刑務所で、あ、そうだから刑務所で、あれ伝えたかったことは、刑務所にいた時に、クロスワード、すぐ終わっちゃうからさ、だからA, B, C, D とかそこの枠に入る言葉、記入欄みたいなのあるじゃない、あ、全部記入すればいいんだけど、それだけだとさ、一回で終わっちゃうし、頭使わないとダメになるでしょ、自分が。って思ったんだろうね。だから、一生懸命その枠だけ最初、何も書き込まないで、あの用紙には。それだけをやって、そしたら自然的に答えが出てきて、そこだけをこう、やっていって、最終的にもう二回目だよね。マスを埋めて、フラを埋めて楽しむ。二回楽しめるよってやつを言いたかったんだと思う。そもそも説明っていうのがみんなこれできないからさ。今もできてないと思うけど。多分、この辺にマネージャーがいろいろ書いてくれると思う。いいって。つうか、三脚忘れてるから手持ちで待ってる。これがすっぴんだよ、おい。